それでも胃腸炎が流行っておるそうな。きちんと手洗いもしっかり楽しく歌いながらしましょうね。ハッピーバースデーに簡単な曲を波長調、ヘ長調、ト長調で転調できるととっても便利でございます。基本をゆっくり楽しく身につけて応用力も身につきます。ハッピーバースデー。不思議、少し曲がおしゃれに変化します。小人が森に立っているも、ハチョウチョヘチョウチョトチョウチョ、簡単な調で弾けるととっても便利でござる。先生はメロディーを見たらコードをつけることができるでござる。簡単なトニック、サブドミナント、ドミナント、ドッペルドミナント、このコードを覚えるとあら簡単、とっても楽ちん、あら簡単になります。小人が森に立っておる。つけたりコード進行を理解して弾けるととっても便利。順次進行。進行になります。循環コード少し練習
用するとあらおしゃれ。単純シンプルな曲も少しおしゃれに変化するでござる。夜通し進行はフライミートザムーンやおなじみの曲で出てきます。夜通し進行でお悩みのお方、簡単なキラキラ星もコード奏法で弾けるととっても楽ちん、ああ楽ちん。説明すると少しドミナントを2-5に置き換えたり、6度のコードを活用したりするととても変化がつきます。とりあえず和音にコードネームの押さえ方をしっかり覚えるととっても楽ちんです。 C2C のさすも C C の大きめ C の D C のセブン C のメジャーセブン C のマイナーセブン C マイナーのメジャーセブン。これは主音から作ります。波長調ならドから、ド調調は G です。 G G のサス G G のド G のデミス G のセン G のメジャーセン G マイナーセン G マイナーのメジャーセン。話しましたが、子どもたちも音程をチューニングですね、チューニングを学んでいるそうです。タンサンド、thank you.
覚えると、ああ楽ちん。手首や肩の力を抜いて、簡単な曲ならコード奏法で楽しく弾き歌いもできるようになります。独譜が難しいからピアノは苦手意識を持つのでございます。ゆっくり読むこと、読む書く、これで読譜力もついていきます。子どもたちにかける言葉がけも、あら、かわいいわね。そうそう、その調子よ。できたじゃない。ちゃんと平音記号も読めるようになったわね。指番号に指くぐりもゆっくりでいいのよ。無理をしないで。手首や指を痛めないようにゆっくり左手で指替え指くぐりをやってみる。右手もゆっくりと、まず右手メロディーだけ練習して、できるようになったら左手だけやってみる。いきなり合わそうとするから難しく感じるのです。まずピアノ上達には初見力に、曲の形式、曲を読み解く能力というのが大切になってきます。まず初見で弾ける、曲を読み解き、いろんな時代の作品をバランスよく経験させることもピアノ上達にもつながってきますが、少しずつ、この夏は特に暑さが厳しいです。良い子の皆さんも適度にドレミでどんどん歌いながら弾いてみてくださいね。小さなお子様はブンブンブン、ハチが飛ぶ、お池の周りに野バラが咲いたよ、ブンブンブン、ハチが飛ぶ、ちょう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 、菜の葉に止まれ、ソミミミファレレレ、ドミソソミミミ、ひら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 、ちょうちょうもひらひら、美しく羽ばたいている曲をイメージしながら弾いてみてくださいね。それではまた。